どうも、ルースト A マッシュ店、しげのぶです。近藤です。お願いしまーす。まぁ、あ、ちょっとマッシュについてちょっとお話をさせていただこうかなと思って、急遽と。マッシュですか、今日は。マッシュでいきます。はい。今日紹介するのが僕のカットしてるスタイルではあるんですけど、なんでマッシュがいいのかとかいうところ、まぁ、あ、画像を一緒に、まぁ、あ、コンちゃんと一緒に見ながら、まぁ、あ、プロ的になんで人気なのかとか、マッシュのメリットとか、そういうところを一緒に話していければいいと思うんで、ぜひ見てください。お願いします。お願いします。早速画像をちょっと見ていきましょうか。見ていきましょうか。まあ、これ、まあ、僕のお客さんで切らせていただいたマッシュなんですけど、ちょっと前下がりで切らせていただきました。まあ、特にマッシュをおすすめする人っていう中では絶壁の人。刈り上げすることによって、ここにボリュームを作ることにはできるんで、結構刈り上げしてボリューム出したい人とかにはすごいマッシュを僕はおすすめしてます。やっぱ日本人のほぼほぼがやっぱ絶壁って言われて、僕とかもバリバリの絶壁なんですけど、でも本当にそんくらい、まあ、絶壁の人にはおすすめしたいかなっていうのはすごいありますね。年齢層的にはどれぐらいが？年齢層的に多いなっていうのはやっぱ10代から20代、まあ、初めて美容室とかに来るとか、まあ、髪切りたいなで悩んでる人とかはめちゃめちゃマッシュがおすすめです。マッシュにすることによって前髪下ろすこともできるし、上げることもできる。それが多分一番僕的にはおすすめかな。ノブ君的にどんなセットがいいのか。アイロン編、パーマ編で。あ、オッケー。アイロンやったら波打ち。どーもくんにやってくれたやつですか。あ、これ僕がやりました。めちゃめちゃ直毛なんですけど、まあ、アイロンをねこうウェーブ状にするんですよ。腕でこうやる感じかな。これやったらなんかできるんですけど、うん、こういうセットは比較的マッシュをやりやすい、うん、長すぎると四角くなる。そう、四角くなっちゃう。そうで、ツイスパもやりやすいと思う。ツイスパのベース、まあ僕らがパーマ巻いてるのってほぼマッシュが多いんですよ、お客さんで。だから初めてパーマ当てるときって正直不安な方多いと思うんですけど、そういうマッシュのベースでそのアイロンをこうちょっと毛束ねじってアイロンをこうやってかけてあげることによって、僕らが作ってるツイスパに一番近いスタイルがマッシュなんで、確かに一番応用は効くかなっていうのがあります。次はパーマの紹介。出た、パーマの紹介します。マッシュのベースでどんなパーマが一番多いですか。僕のお客さんは圧倒的ツイストスパイラル。こんな感じですね。なんでマッシュにツイスパがいいとかありますか。単純に前下がりのツイスパがかっこいいって僕的には思ってもらいたい。うん、確かに。そう、一番なんかウルフとかでもいいと思うんですけど、刈り上げてマッシュ、前下がりのマッシュのツイスパが一番形的には、人間の形ってひし形が一番綺麗って言われるんですけど、一番ひし形が作りやすいかなって思います。変にボリュームは出ないし、この何ですかね、顔周りもうまいこと潰すことができるパーマにはなってるんで、まあ、シルエットとしても横から見ても前から見ても、まあ、斜め上から見ても斜め下から見ても、全体的にやっぱり一番ツイスパが、まあ、髪の毛を、まあ、緩い人とかすごい好きな人とかおすすめ。マッシュは比較的波巻きとかも似合います。これが波巻きです。ツイスパと違う点としては結構くるくるというか平面的な動きなんで散りつかないっていう点がメリットかなと。マッシュになんで似合うか、僕的にはマッシュとマッシュウルフが似合うかなっていう点なんですけど、まあ、何せねシルエットがやっぱりマッシュやと整いやすい、うん、あとセットが楽、パーマでセットが楽になるのと、あとはマッシュなんで後ろとか特にこんだけ長いとやっぱり後ろセットしにくいんです。ただ刈り上げてるんで波巻きとかちょっとねパーマとかあのワックスつけるだけではいけるんですけど、それでもやっぱりやりにくいとか苦手とかいう方やっぱ多いんで、マッシュにパーマ、ツイスパでもそうですし波巻きでもそうですし、やっぱりやりやすいが一番やと。あとはまあシンプルに最近のトレンド、最近の流行りはやっぱりマッシュに波巻きとかが多いかな。確かに。前下がりのメリットとしては、まあこのスタイル、このスタイルかな、前このこっちにこう下がってる、このメリットとしてはまずノーセットでも、うん、まあいいっていうのと、アイロンするときに波打ちとか例えばしたいなってなったときに目に上に上がらすぎるから、うん、セットがしやすい。なんか長めの方がやっぱりみんなこうやってアイロンとかしたり、うん、まあ、ちょっと巻いたりすると
やっぱり普通の目の高さで通常のところで過ごしてても、うん、アイロンすることによって上がってしまうことがあるから、うん、そういうセットとかよくする人は長めの方がいいのかなっていうのはあります、うん、僕が思う前下がりのメリットとしては流れが作りやすい、うん、こう前に流すのがやっぱりマッシュ結構王道なんで、まあ、僕みたいにこっちにこっち長くてこっち短いとかやとこっちに流れやすいです。そうなっちゃうとすごいここに穴開いたりとかしちゃうんで、こっちの方が整えやすいですよ。そうですね、うん、前上がりのメリットとしては雰囲気が柔らかく見えます。ちょっと鋭いの分かります？ちょっと印象がちょっとクールそうな感じ、まあ、色とかもあるんですけど、で僕の場合前に上がってて耳元がちょっと隠れるような感じのスタイルとかやと、何でしょうね、優しいイメージというかも作れますし、耳にかけようと思ったらかけてちょっとスッキリするようなスタイル、これが通常やとするとこうやってかけてあげるだけでちょっと印象変わってみる。確かに、まあ、そういう2パターンできるっていうのもメリット。あとは前上がりとかやとある程度前髪短くできます。耳赤くしたいけど前髪うっとうしいの嫌やなとかっていう方やと、耳周り隠しながら前上がりで目元しっかり出すっていうので、すごい目元がスッキリするのがいいところかなって感じです。マッシュに切っとけば単発にもできるし前上がりにもしやすいし、逆に前下がりにもできるっていう中では一番応用が効くんで、困ったらまあマッシュ、困ったらマッシュ、当てたければマッシュ。そう。パーマ当てたかったらマッシュ。トイレ行きたい時もマッシュ。どういうの？ぜひ、まあ質問とかあると思うんで、そうなったら、ぜひ僕ら二人の DM に、まあインスタグラムやってるんで、まあここにリンク今貼ってくれてると思います。出ます。まあここからもご予約の方もできますし、あと、まあ質問とかだけでも全然 DM してくれたらいいです。全然。まあ、ルースと円町店、もうスタイリスト4人ともめちゃめちゃかっこよくできるんで、まずは、お願いします。バイバイ。どういう。